嘘だろ。どうしたんだタカシ、真っ青な顔して。あ、もしかして俺にテストの順位抜かされたことが悔しいのか。いやごめんな、タカシあんなに頑張ってたのに。寝る間も惜しんで勉強してたんだろ。試験前日まで遊びほうけてた俺が勝っちゃって。試験の前のカラオケが良かったのかもな。それともボーリングが良かったのかも。なんて才能の違いだよな、才能の違い。俺って昔から頑張らなくても何でもできちゃうんだよな。でもこれで母さんにゲーム買ってもらえるや。学年1位になったら学費が免除になるだろ。学費が浮いた分で買ってくれるって約束だったんだよ。タカシ、お前にもやらせてやろうか。でもおい、タカシ、どこに行くんだよ。僕は田中タカシ、噂高校の2年生だ。高校に入学してから僕はずっと学年1位の成績だった。死に物狂いで勉強をして学年1位をキープしてたんだ。その理由はうちが母子家庭だから。幼い頃に父さんが病気で天国に行ってしまい、母さんがパートをいくつも掛け持ちして俺を育ててきてくれた。そんな母さんにこれ以上負担をかけないよう、学年1位になれば学費が免除されるこの高校に入ったんだ。だけど今回1位を逃してしまった。しかもテスト期間中ずっと遊んでいたコータに負けて。あんな奴に負けたんだ。努力と覚悟が足りなかったんだよな。潔く学校を辞めて働こう。働いて母さんの負担を少しでも減らさないと。数日後、あれから僕は学校に行ってない。はい、何言ってるんだい。タカシ、高校辞めるって。タカシには弁護士になるって夢があったろうに。それはもういいんだ。学校を辞めて働くよ。ちょっと一人になりたいから部屋から出て行ってくれ。タカシ、ああちょっとタカシってば。鍵を開けなさい。これでいいんだ、これで。いや、よくないんじゃないかな。よし、うりゃ。うぅ、負けた。ハルトって本当にゲームのセンスないわよね。イヌッチよりはうまいって。なんだと、というかイヌッチって言うな。やらせろ。ほら。本当だ、犬塚くん弱っ。くっそー、こうなったら本物の銃撃戦やるぞ。本物なら絶対に負けねえ。犬塚くん、ムキになりすぎ。そして本物の銃撃戦なんてできるわけないでしょ。いや、俺が卒業後世話になる組に頼めば。うん、今のは聞かなかったことにする。は？どうしたの、たかしくん。あ、ごめんごめん、たかしくんもやりたかったよね。いいよ、私とやろ。なんで君たちがここにいるの。この人たちは噂高校の四天王と呼ばれる問題児。運悪く今年僕はこの人たちと同じクラスになってしまったんだよね。普段あんまり関わったことのないこの人たちがどうしてここに。いや、そもそもなんでって、ピッキングして入ってきたからだけど。そんな当たり前のこと聞かないでよ。うん、部屋の鍵閉めたのに部屋の中にいることも疑問だったよ。もちろんそれだけじゃないんだ。そもそもなんでうちにいるかが疑問なんだよ。それはさ、たかしくん、最近学校来てないじゃん。だから心配になって様子見に来たんだ。それでピッキングして僕の部屋に勝手に入って勝手にゲームやってるってわけ。ああ、でもちゃんとたかしくんのお母さんの許可はもらったよ。ああ、みんなおやつ持ってきたの。ほら食べて。もうたかしのお友達が遊びに来るなんて初めて。ああ、いや2回目か。でも珍しいことだから私嬉しくてたまらないわ。じゃあごゆっくり。ちょっと母さん、なんで家に入れてるのさ。なんでって、たかしのお友達が来てくれたんだから入れるのは当たり前じゃないか。おかしなことを言う子だね。まあまあ、お母さんの前だから強がってるんですよ。これぐらいの年頃の子ってそうなんですな、たかし。でも俺は知ってるぞ、誰よりもたかしがお母さん思いだってこと。とりあえず俺もそのゲームやってみてもいいか。は、畠山先生、どうして畠山先生までいるんですか。どうしてって、たかしが急に学校に来なくなったから今日家庭訪問する予定だったんだ。
そしたらこいつらがどこからかそれを知って勝手についてきたんだよ。ほら、たかしの家、学校の隣だろ。だから入るところ見られちゃったんだよな。でもまあ、ピッキングしてもらえたから助かったけどな。でしょ？私たちって意外と役に立つんだよ。畠山先生、教育者としてあるまじき行為ですって。まあ、たかしったら、先生に向かってなんて口聞いてるの。いや、ピッキングしたことを責めるのは間違ってないって。まあまあお母さん、そういうお年頃ですから。全部それで済まそうとしないでください。なんだ、こんな簡単なの？あ、あやね、うまっ。そこ、自然にゲームしてるのおかしいから。どうだ、学校に行きたくなったろ？なってません。全然なってませんから。なるわけないでしょ。むしろやめるべきだと思いましたよ。この先生と友達たちに任せれば安心だね。今のでなんでそう思った？おかしいでしょ。思う要素なかったでしょ。じゃああとは任せました。はい、任せてください。ちょっと任せないでよ、母さん。嘘でしょ。開かない。息子を閉じ込めたの、あの母親。ふんふんふん、これで俺たちと話すしかなくなったな。話すしかなくなったなじゃないですよ。こんな状況絶対に作っちゃダメです。教育者が教育者である前に俺は人間だし。あー、くそ、あやね強いな。話をするんじゃないんですか。ゲームしてるし。ああ、もう嫌だ。何なんだ。とりあえずどうして学校に来なくなったか話せ。話さないと誰もここから出れねえぞ。嘘でしょ、そういうシステム。うん、ゲームマスターがそう言ってたからね。人の母親をゲームマスターって呼ぶのやめてくれない？お集まりいただきありがとうございます。まあ、とりあえず落ち着いてください。取り乱してしまう気持ちもわかりますが。何をさせるつもりか。いい質問ですね。そう、ズバリ言ってしまえばちょっとしたゲームをしていただきたいんですよ。そう、それは息子の話を聞いて退学を阻止する。それを達成すればこの部屋から出してあげましょう。じゃないよ、なんで寄せに行ってるの。というわけで話してくれ。わかりましたよ。話したら帰ってくださいよ。そしてもう僕に関わらないでください。そして僕はしぶしぶ話すことに。ってことがあったんですよ。やっぱりそうか。でもじゃあやめなくていいな。たかしは学年1位だし。いや、1位じゃなかったじゃないですか。俺はたかしの努力を知ってる。たかしが1位で間違いない。いや、そんな努力で1位って言われても結局学費は。いや、努力だけじゃない、結果もだ。はい？たかしがコウタに負けるわけないだろ。え？コウタの点数に俺は疑問を持ってるんだ。私たちもだよ。コウタがずっと遊びほうけたの SNS を見て知ってたしね。普段ハルトと同じくらいの順位のコウタが勉強しないであの順位っておかしいでしょ。ああ、ハルトとコウタはいつも赤点だからな。いや、奇跡的に今回は赤点なしだよ。隠れて努力をしてたってわけでもなさそうでな。さらにコウタのクラスの生徒に聞いたところ、コウタはテスト中怪しい動きをしていたようなんだ。え？怪しい動き？それってもしかしてカンニング？友達が学校で支給されたタブレットをいじってたんじゃないかって言ってた。なんだよそれ。それを聞いて俺はその日一日そのクラスの試験官だった近藤先生に聞いてみたんだ。だが、近藤先生、コウタがカンニングしてたかもしれないと近藤先生のクラスの生徒から聞きました。タブレットを使ってカンニングしてたという情報が入ってきてるんです。確認していただけませんか？はい、コウタくんがカンニング。そんなことしてるわけないでしょう。この私が試験官をしてずっと様子を見てたんですから。そもそもこの私のクラスの生徒がカンニングするなんてありえません。あ、わかりました。畠山先生悔しいんでしょう。悔しい、
何を言ってるんですか。悔しい気持ちはよくわかりますよ。ずっと畠山先生のクラスの田中が学年1位だったのに、私のクラスの光太くんが1位になったことで、私の指導の方が優れていると露呈してしまいましたからね。そんなんじゃありません。ただ私はちゃんと頑張っている生徒の努力が無駄にならないようにしたいんです。ふっ、綺麗事。所詮自分の評価のことしか考えてないくせに。じゃあ私は行きますよ。待ってください。ちゃんとコータのこと確認してください。そこまで言うなら自分で確認したらいいんじゃないですか。本当にコータくんがタブレットを使ってたなら、学校の Wi-Fi を調べればコータくんの端末を接続した履歴が残ってるでしょ。わざわざノートじゃなくタブレットを使ってたってことはインターネットに接続してるでしょうし。それでは今度こそ失礼します。ちょっと待ってください。まだ話は終わってないです。近藤先生。そうだったんですね。でもそれじゃあ結局コータの疑いは。校長に俺が直訴したらな。ひまりたちも署名を集めて再テストのお願いをしたらしく、もう一度テストをやることになったんだ。え、本当ですか。ああ。へへー。どうしてみんなそこまで。正直に言うと、なんでたかしが来なくなったか聞かなくても分かってたし、きっとやめようとしてることは俺だけじゃなく生徒のみんなも知ってたんだ。実はそうだったんだよね。なんでそれを。あれだけ必死に勉強してるからな。何か1位にならないといけない事情があるんだろうってのは分かるだろ。うん、それほどたかしは頑張ってたもん。みんながたかしの頑張りを見ていて、そんな頑張ってるたかしがこんな形で学校を去るのは嫌だとみんなが動いたんだ。僕頑張ります。みんなのためにも再テストはコータに勝ちます。いや、頑張らなくていい。え、たかしはこのまま家にいろ。学校には来なくていい。意味わからないですって。じゃあ何のために今日来たんですか。それはな。え、それって…なるほど、だから僕に家にいろって。確かにそれなら学校に行ってテストを頑張っても意味はないや。そして1週間後、今日は再テストの日。ファンファンファン。ずいぶん余裕だな、コータ。テスト勉強もしないなんて。あれれ、なんで隣のクラスの畠山先生がここに。このクラスの試験官は近藤先生ですよ。自分のクラスに戻ったらどうですか。ああ、戻る。でも今だけだぞ。そんな余裕な顔してられるのは。はい。じゃあな。は？なんだあいつ。よし、じゃあこれからテストを始める。本当はこんなテストいらないと思うんだかな。コータくん、今回も学年1位になってうちのクラスが優秀だということを学校中に知らしめてくれ。もちろんです。任せてください。余裕で1位取っちゃいますよ。そろそろかな。母さんに頼むべきだったのかもだけど、母さんはこういうのはわからないだろうし。だから畠山先生は僕に学校に来るなって言ったんだろう。よし。再テストなんて無駄無駄。結局俺がまた1位を取っちゃうんだから。タカシのやつも来てないしな。よしよし、近藤先生やっぱり居眠りしてる。今のうちに。あれ、どうして。あ、どうした、コータくん。いや、なんでもないです。こうなったらきっと大丈夫だろう。その日の放課後、近藤先生、話って何でしょうか。私にもわからない。校長から校長室に来るように言われたんだ。校長先生に。まあ大丈夫だ、安心しろ。コータくんのことは私が守る。ありがとうございます。まさかバレたんじゃ。いや、そんなはず。失礼します。来たか、コータくん。早速ですまないが、君はタブレットを使ってカンニングしてたんじゃないか。何を言ってるんですか。そんなことしてません。そうです、校長。前回そういう疑惑があったということで、私がしっかりコータくんのことを見ていました。怪しい素振りは少しもありませんでした。
そうです、近藤先生がちゃんと見てくれていました。もしどうしても疑うのであれば、学校の Wi-Fi に光太くんのタブレット端末がつながっていたか確認を。どうした光太くん。もう確認してありますよ近藤先生。え、光太は学校の Wi-Fi に接続してます。いや、そんなはずは。私も確認させてもらったよ。どうして言ったよな、もしカンニングするなら学校の Wi-Fi には接続するなって。あ、いや、いつも接続してた Wi-Fi が急に接続できなくなって、それで焦って学校のに繋いじゃったんです。そうか、近藤先生が入れ知恵してたんだな。いや違いますよ。今日もテストを見に行ったが、君は居眠りをしていたよな。あれはわざとだったのか。違うんです、本当に違うんですって。わざとじゃないですよ、わざとなわけないじゃないですか。私は聖職者ですよ。わざとなんだろう。そもそも君をまたあのクラスの試験官にしたのはあえてなんだ。はい。本当は再テストでは君ではなく畠山くんを君のクラスの試験官にするつもりだったんだ。でも畠山くんに言われてな。もしかしたら近藤先生も光太くんに味方してるのかもしれない。そう言われて近藤先生をまたあのクラスの試験官にしたんだよ。何ですかそれ。私より畠山先生のことを信用してたってことですか。もちろんじゃないか。普段から二人の様子をわしは見させてもらってるからな。畠山先生はいつも生徒のために動いている。それに比べて君は生徒より自分の評価のことばかり気にして動いていた。そんな対照的な二人、どっちが信用できるか明らかだろう。光太くん、近藤先生、君たちの処分は追って伝える。とりあえず明日から自宅待機してくれ。そんな。その後近藤先生はクビに、光太は停学になった。近藤先生は自分のクラスから学年1位を出したくて光太をそそのかしていたらしい。学年1位を出せば周りからの評価が上がると考えていたようだ。畠山先生をライバル視してたってこともあったみたい。そして光太はゲームを親に買ってもらうためにカンニングをしたんだとか。光太は学校に居づらくなり自ら退学。本当にどうしようもないやつだよね。そして僕はというと、改めて再テストを受けさせてもらい、やった1位だ。これで学校を辞めなくて済む。よく頑張ったな、たかし。おめでとう、たかしくん。さすがだよ。おめでとう。俺は再テストのせいで赤点。よかったな。畠山先生、ひまりさん、あやねさん、犬塚くん、ハルトくん、みんなのおかげだよ。本当にありがとう。でもさ、一つ気になることがあるんだ。どうして僕の家の Wi-Fi に光太が接続してたって分かったの？光太が前に僕の家に遊びに来て Wi-Fi のパスワードを盗んでたなんて誰も知らなかったでしょ。ああ、それは光太くんのタブレットをみんなでハッキングしたんだよ。あれはしんどかったな。ピッキングだけじゃなくハッキングも？言っちゃダメでしょ。あっちゃ、誰にも言わないって約束だったじゃねえか。たかし頼む、誰にも言わないでくれ。先生なのに。まあいいですよ、言わないです。僕のためにやってくれたことですしね。内緒にしておきます。そうだ、ひまりさんたちに謝らないといけないことがあるんだ。謝らないといけないこと？うん、僕さ、君たちと一緒のクラスになったこと運が悪いことだと思ってたんだ。本当にごめん。でも今は違う、本当に運が良かったって思ってる。ああ、それは謝ることないぞ。俺もそう思ったし、思うよな。ああ、いや思うって。俺なんか2年連続こいつらだぞ。畠山先生、へえ、そんな風に思ってたんだ。最低。ひどいよ畠山先生。てめえ、だってしょうがないだろ、お前らはめちゃくちゃするし。この前だって俺の車にお前らの顔をプリントしたり。まあいいよ、許してあげる。ええ、
やけにあっさり。よし、じゃあジョジョ園に行こっか。たかしくんも行くでしょ。いや、そんなお金。大丈夫だ、金の心配はいらない。おいおい、高校生にジョジョ園は早いだろう。というか俺も行ったことないぞ。待て、あれひまり持ってるの俺の財布じゃんか。あー、返せー。僕は本当に幸せ者だな。僕のために危ない橋を渡ってくれる先生や友達がいるんだもん。こんな人たちがいるなんて今まで気づかなかった。勉強だけで周りが全然見えてなかったよ。こんな素敵な人たちに恵まれてると分かって本当に良かった。これで僕は弁護士という夢を諦めないで済んだ。これも畠山先生やひまりさん、ハルト君、あやねさん、犬塚君、再テストをしたいと署名してくれた学校のみんな、そして母さんのおかげだ。この人たちに恩返しできるよう、この人たちの力になれるような弁護士に僕は必ずなろう。